Nordic Rebels Season 3, Skills for the Future. When was the last time you actually checked, you know, these lists telling you what kind of skills you need for the future? So you need creativity, analytical thinking, interdisciplinary knowledge, emotional intelligence, leadership skills, technology skills, skills. The lists, they just go on. But is it really about like ticking the boxes or establishing something long term, something more positive, or something actually that changes in your body? That's what Season 3 is going to be all about. So enjoy the ride. First of all, I'm a human being. Today, let us welcome Etsuko Ichihara and Shintaro Nakajima. Let us begin. 本日は How do I stay ahead of machines? ということで、どのようにして人間はマシンの先を歩むかについてお話を伺いたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今回はこのテーマについてメディアアーティストであり妄想インベンターでもある市原悦子さんにお話を伺いたいと思います。市原さんは日本的な文化、習慣、信仰を独自の観点で読み解き、テクノロジーを用いて新しい切り口を示す作品を制作されています。家庭用ロボットに49日間死者の魂を宿らせるというコンセプトのデジタルシャーマンプロジェクトは日本だけでなくヨーロッパのアルスエレクトロニカなどでも展示を行い、各地のメディアやソーシャルメディアでさまざまな反響を呼んでいました。そんな独創的な観点からロボットと人間の在り方に新しい風を吹き込む市原悦子さんにロボットと人間が描く未来についてお聞きしたいと思います。改めまして市原さん、本日はお越しいただきありがとうございます。お聞きいただきありがとうございます。ではまずは市原さんの活動内容やビジョンについてお話しいただき、その後人間とロボットのどちらがコントロール権を持つかについてご意見を伺いたいと思います。はい、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと私 の、はい、ロボットを本体は持ってこれなかったんですけど、はい、ロボットの人格の一つである中島慎太郎さんという、はい、高校生大学の後輩を連れてきました。慎太郎さん、よろしくお願いします。すいません、ね、じゃあまずはデジタルシャーマンプロジェクトについて伺いたいと思います。はい、プロジェクトの内容を教えていただけますか。あ、はい、これはですね、いろいろちょっと西洋の人から見るとかなり奇妙なものに感じられる可能性はあるんですけど、コンセプトとしては、亡くなった人の魂、つまりその人の体の特徴とか、人格、あと口癖、体の動きの癖とか、そういったものを生前に取っておいて、でその方が亡くなってからそれらを合体させたデータをペッパーっていう、その日本で有名な家庭用ロボットにそのデータをインストールして、でその人が亡くなってしまってからも死後49日間だけその本人の代わりに一緒にその亡くなった遺族と過ごして、その亡くなってしまったことの悲しみを埋めてあげるっていう、そういう作品です。49日っていうのは日本独自の概念ですよね。そうなんですよ。なので結構ヨーロッパの方からしたら何それっていう感じかもしれないですよ。49日か、49日なのは割と東洋の国では近い概念が多いんですけど、その東洋、特に仏教の考え方だと誰かが亡くなってしまった後にその人の魂が49日間だけその地上にとどまって、で49日だったらまたその最後の審判みたいなものを受けた後にまた次の世界に行くっていう、そういうことが信じられていて、でその一般的な仏教の考え方でもその49日間だけはまだその本人が いるから次の来世にいい人生をくれるように本性を犯した罪が
ちゃんとあが流れるというか、ちゃっちゃらになりますよねってことでこうお経をあげたりしているんですよ。まあ、その期間になぞらえて10分時間だけ、その間はまだ近くのどこかにいるという後ろにね、見てる可能性があると信じられてるんですよ。はい、このプロジェクトを思い立ったきっかけって何だったんですか？めちゃくちゃプライベートな理由なんですけど、そのプロジェクトを作ったのは2015年だったんですが、その2015年の1月に私のおばあちゃんが亡くなりまして、で、ちっちゃい頃結構おばあちゃん子だったからすごい悲しかったんですけど、なんかその時初めてその身内のお葬式っていうのが出てて、で、あんまり個人的にはものすごく信心深い人間ではなかったので、なんでその仏教ってお葬式にすごいお金かける宗教なんで、なんでそんなお金かけてやってるんだろうって、その時まではあんまりよく分かってなかったんですけど、実際にそのお葬式に、亡くなったおばあちゃんのお葬式に行って、で、日本は火葬だから、おばあちゃんの体が骨になって火葬されていって、で、それをこう親族で箸でつまんでいくっていうのを やって、まあ、すごい奇妙な儀式じゃないですか。でもなんかそれを通してすごくその人が亡くなってしまったっていうことが納得できたっていう出来事があって、で、そのやっぱり仏教とか宗教って、まあ、一見すごく非合理的に非合理的に見えるんですけど、でもよくよく考えるとすごく亡くなった人、まあ、その人を埋めるためのシステムがすごく合理的に設計されてるなってその時に気がついて、全然話変わるんですけど、その当時私はまだヤフージャパンにいて、ロボットのアプリケーションを作る仕事をしたんですよ。でやっぱりそのロボットって体を持っているから、普通のスマートフォンのアプリケーションよりもかなりこう人間が感情移入してしまうって感じたので、じゃあそのロボットを使ってそのオーバーなんかその誰かが亡くした悲しみを和らげられるようなものができるんじゃないかって、ね、なんか思いついてやってたっていう。いきなりなくなっちゃうと寂しい。そうなの。なので、まあ、ある程度予想できた場合はいいんですよ。例えば交通事故で亡くなったとか、突然死んでしまった場合って、特にその亡くなっ残された人のここのしこりっていうのはすごく大きいと思うんで、まあ、そういうふうにこういうふうに生前準備しておけば、まあ、遺族の方もですし、本人もなんかいつ死んでもあれがあるっていう思いるという、ね、そのメリットがあります、ね。はい、ありがとうございます。日本以外でヨーロッパでも展示されたとお聞きしたんですけれども、はい、文化背景によって受け入れられ方が異なった、そうですね、質問を伺ってて、それについて少しお話しいただけますか。あ、はい、そうなんです。結構初めてキリスト教圏の国でアルスエレクトロニカで展示して、まあ、当たり前なんですけど、知性感が全く違うから、四十九日がっていう、それが違うのと、あとは展示の時はそうでもなかったんですけど、メディアに結構、今年の初めには取り上げられたことが ありまして、で、その時に結構これまで日本で話題になったことは何回かあったんですけど、その日本の中での話題になり方以上に気持ち悪いとかおぞましいとか、こんなことあってはならないっていう、結構強い拒否感を示している人のコメントが結構見受けられたなって思ったんですよ。で、なんですかね、あ、こんなになんか嫌なんだみたいな。なんで日本ではそれはおぞましいとかいうふうには思わずに、自然と割と受け入れられる状態、はい、そうなんですよ。まあ、なんでだと思う、まあ、日本でも気持ち悪いとか言われたんですけど、なんかそういうのももっと根源的な、なんか不気味だって印象を受ける、怖いですね。で、まあ、自分の仮説ではあるんですけど、やっぱり日本だとロボットに対してなんか仲間とか、なんか我々のまあ、ペットとか仲間と子供みたいな、そうですね。あと日本だと八百万の信仰みたいなものがあって、なんか石、その辺にある石とか山とか、何でもそこには命が、神が宿っているのである、まあ、キリスト教だと思う、キリスト一神教だと思うんですけど、なので、
まあ、そもそもどんなものでも魂を持っている、結構日本の製品って何かプロダクトを擬人化させるようなものがすごくいっぱいあるんですけど、うん、まあ、それもあってこう無機物に魂が宿るって概念結構当たり前っていうふうに思ってるのを思ってて、まあ、自分自身も多分そうだと思うんですけど、なんかそれであまりなんか非難は受けなかったんですけど、ヨーロッパだとなんか割と人間とその機械っていうのはもう絶対に相反する、相入れないものっていう概念があって、そこに人間の魂が宿るのは表情がすげえみたいな、あってはならないけど思われたのかなと私は今予想して、結構あの今日聞きたいことを、私もすごくあの興味があるから、あの今すごく興味あの知りたいんですけど、ヨーロッパの東洋人にとっては割とマシンって仲間みたいな、なんかちょっと親しみを感じるもの、助けてくれる存在、そうなんです、介護用ロボットとかも、うん、そうだし、ペットロボットとか、うん、割とこう人間のそばにいて、なんか愛玩するようなものが多い、次アニメも多いですね、そうなんです、鉄腕アトムとか、ドラえもんとか、そうですね、結構日本人、そういうロボット、仲間ものみたいなのを見て、大きくなってるから。うん、なんかもうそういう可愛い、うん、可愛くていつでも助けてくれる感情を持ってて一緒に話してくれる友達みたいなイメージ、そういうイメージがあるし、実際なんかやっぱ日本初のロボットの造形ってやっぱり可愛い感じなんですよね、こう表情豊かで丸くってでこうちょっと頼りないけど、うん、なんか日本のロボットあんまり機能持ってるケースなくって、戦うイメージもないです、ね、あ、そうそう、戦うイメージもないし、うん、役に立つイメージでもないけど、なんか可愛いし、可愛い、可愛いからいいみたいな、なんか癒し、そう癒しとか求めてる人が多いから、うん、結構あ、事前のアンケートも読んだんですけど、うん、どっちかというとそのオートメーションとか効率化のためにロボットがいるんだ、うん、産業用っていうのを聞いて、そうなんだって結構日本人からちょっと驚く面がありました、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ次に、今回のテーマについて、はい、お伺いしたいと思います。西畑さんから見て今回のテーマ、人間とロボットどちらがコントロール権を持つかについてお伺いしたいんですけれども、はい、どう思われますか。はい、ちょっとさっきの続きもお話ししたいと思うんですけど、はい、そうだから あんまり人間があのロボットと戦うとか、うん、あの主導権を競い合うっていう概念がそもそもあんまりなくて、うん、で結構、まあ、私個人としてはあのそのロボット対人間対立構造をしてるのがちょっとあんまり よく分からないけど、それ以外の可能性はないのかって、そもそも戦わずにその共生したり、なんか一緒に共に生きるっていうビジョンで、むしろ日本人がそれが結構ナチュラルだし、まあ、日本人テクノロジーだしなのもあるかもしれないですけど、なのでそういう可能性はないお聞きしたいですね。ないのかな。千原さん自身は、はい、幼少期の思い出とかエピソードを踏まえて、はい、ロボットっていうのはどういう存在で感じながら育ったのか。あ、なんか、なんかそうですね、やっぱり世代的にもロボット系の漫画とかゲームとか、結構日本のいろんなフィクションで出てくるロボットってすごくなんだ、中なんか義理がたくっていう、うん、なんか中なんかちょっと 犬っぽいというか懐いて私だけの友達、そう結構犬っぽいっすくないですか、なんか他のところ行かないですもんね。そう結構やっぱ人間ってすごく薄力なものだから、うん、なんかそういうのはない、絶対的な中義みたいなのを感じて、むしろ癒されるというか信頼できる可能性がない、そうちょっと人間不信の考えなんですけど、結構だからロボットに対してそういうイメージが多くて、世代的にもあれですね、ちょうど僕の子供の時に初代のアイボとか出てきた頃だったので、まあ、それもあってやっぱり可愛いもと思いながら育ってきたし、で実際その自分が社会人になってから仕事でロボットペッパーの仕事とかするようになって、まあ、改めてペッパーって全然役立たないんですよ。お茶組みとかできるのって聞かれるんですけど、全然それをすらできない、何も持ってないし、大した機能持ってないし、ただおしゃべりできるだけで手挙げてしかもなんかオスのおしゃべりも結構はぁはぁみたいな、なんか聞き取れてないみたいな、なんですごいポンコツなんですけど、そのポンコツな感じがむしろ可愛いみたいな感じなんで、やっぱりそのロボットに対して生産性とか
法律性じゃない側面を見出すと、結構いろんな、なんかロボットの産業としてのあり方が書いて出てきて、もしかしたらスウェーデンの豊かさに貢献、北欧の豊かさにもさらに貢献できるかもしれないですね。新しい産業が実は眠っているかもしれない、確かに、そういう可能性はないお聞きしたいですね、ないのかなと。そう、結構それはありえないっていう感じなのか、でもそれもありえるって思われるのかな。新たなアンケートっていうの結構あるんですけど、いろんな お国柄によってやっぱりイメージが違うんですよね。あ、ブラックミラーの作品ってきたイメージのケースもある。あ、確かに、そうですね、そうです。あ、脱線してるんですけど、そう、シンガポール のジアさんのブラックミラーの作品ができたイメージの形につながっていると思って、確かにこの作品もブラックミラーが現実になったってすごく言ってる人、そう、ブラックミラー、ブラックミラーっていろんな人が出て、そんな恐怖のプロパガンダになったのかっていう、そこまで恐怖に感じて、そうなんですよ、ブラックミラー、そうか、やっぱりそういうにロボットが脅かしてフィクションの作品が多いっていうのもあるかもしれない。日本は結構のほほんと、のほほんと、のほほんかなドラえもんとかも一日毎日同じようになってそうどっちかというとロボットが感情を持ってずっと同じ人間に注意を尽くして手を捨てられて悲しいみたいな、そういうストーリーが多いんですよね。確かに西洋のロボットが出てくる映画とかで涙流すシーンだもんね。あんまりかもしれない。ドラえもんとかよく泣くじゃないですか。確かに泣きましたチャッピーとかはちょっとロボットが可愛いやつだったんですけど、まあでもそれもあんまりないかもしれないですね。そう、じゃあ人間とロボットのどちらが先を行くかっていう疑問に対しても、どちらが先に行くとかではなくて、共存するっていう選択肢があるんじゃないかと。あるんじゃないかということで、特にね、その発行とか人口が少ないんだったら、なんか住民をロボットとして増やすとかという手はどうなんでしょうね。それは日本はちょっとありますけどね、人口が減少してどんどん高齢化、彼女がロボットを彼女にする、ガールフレンドにするとかあるじゃないですか。それもあっちだとあんまり、あ、ないですか。そう、日本人すごくアンドロイド彼女の憧れがバーチャル彼女の憧れがすごいあるから、やっぱり変態の国なんだなって思うんですよ。そうそう、あんまりやっぱそういうのもない、なんかこう無機物と一緒にすごいすごいすみたいなもの。ヨーロッパとかだと結構、日本だとセックス用のロボットで幼児用のとかがあるんですけど、それは結構ヨーロッパだとすごい批判されてて、それは本当にありえない、しかるべきだけど。でも日本はそういうのが普通にあって、ありますね。それもなんか意外と一定数の自由があるっていうのが怖い。それはそうです。ちょっと時に違うけど、すごく気持ち悪いと思う。そのセクサロイド的なもので言うと、ちょっとまたこぼれ流しがありまして、あれなんですよ、昔ですね、このレタルシャーマンの前の作品で、そのペッパーっていうロボットの胸のタブレットに乳首を表示して揉めるみたいな、そういう作品を作ったことがあって、それも超バッシングを受けたんですよね。で、多分そのバッシングを受けたのがさっき言ったような、それは日本でバッシング、日本でバッシングを受けたで、その なんでバッシングを受けたかというと、そのロボットに対する人権はどうなっているんだとか、かわいそうじゃないかっていう、ロボットに対する同情する行為と、なんか私は全然そのロボットはあくまでモーターの塊だと思ってたんで、そこに同情するのってまずびっくりしたのと、もう一つはその昔そういう 性的暴力を受けた人が、なんかそのロボットに自分を投影してフラッシュバックしたっていう人がいて、で結構その炎上が私にとって結構驚きの事実で、こんなにその人型ロボットに対して日本人に感情移入するんだっていうのは結構驚いたことで、もし、まあもちろんセクサロイドはセクサロイドで批判を受けると思うんですけど、もうこういうなんかロボットに対する同情でバッシングを受けるっていう感覚って どうなんですかね。どこからその考えが起き上がってくるんですかね。そうなんですよね。本当になんか一般の人がこう、わーそういうふうに言ってたから、ソーシャルメディアで。そう、かわいそう。
ロボットって産業ロボットってイメージがヨーロッパとかで、合理的なオートメーションのために日本だと、ロボットに人格があると想定して魂が宿ってるっていうふうに捉えていて傷つけちゃうとか、かわいそうだっていう感情を、結構それが割と世論になりやすいんだなっていうのを、世論になる、まあ、まあ、世論はありすぎますけど、ソーシャルメディアとかに一定数結構そういう人がいるんだなって思いました。それも、はい、そうですね、西洋でやったら どうだったのかっていうのも結構気になるところですね。西洋と東洋で何か違いがあるのかもしれないです、今後は何か関連したご感想を考えられていますか？結構やっぱロボット系のプロジェクトはいっぱいやろうとしていて、最近ちょっと逆にお話があったのが、もう日本の伝統文化でもう舞いようロボットにやらせようとか、そう、すごく面白い脳学士の方が、データシャーマンを使って新しいのをやりないかって、そう、面白そうとかやると思います。で、私もその日本、東京でですね、今年の11月にお祭りをやる予定で、そこでもやっぱりロボットに奉納させる、お祈りをさせようかなと、結構やっぱロボットとかその機械的なものと宗教的なものって相いれないと思われていたんですけど、でも意外と親和性がある気がしているので、その宗教、日本だと仏像とかもありますよね。そう、動く仏像です。ロボットにも信仰ができるってことですね。そう、教祖になれるんですか。ロボットの教祖はいいかなと思っています。できないです。ありがとうございました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。